着全新的电动未来，全新保时捷泰康，电池神王。女士们、先生们，全新保时捷泰康。はい、ポルシェタイカンの発表会に来ています。こちらは中国福建省の福州というところなんですが、はい、もうこんな状態で車がまともに見れる感じではないですね。今回の発表会は、この中国の他にアメリカ、そしてヨーロッパの3局で行われています。もちろん市場としてとても大事だというのもあるんですが、実はね、アメリカ、カナダのビク、まずは滝ですね、水力発電、そしてナイアガラですよね、ベルリンは太陽光発電、そしてここ中国は、実はね、まあ、風力発電というところで、まあ、電気自動車は、サステナブルなエネルギーで動かさないと意味がないということで、この3極、しかも3つの、まあ、ナチュラルのエネルギーで動くというか、まあね、それを、まあ、実践しているところを、まあ、発表の地に選んだということで、この参加者になりました。世界同時発表になります。今回まず発表されたのはタイカンターボ、タイカンターボ S の2モデルです。ターボ S は、まあ、いずれのモデルも2モーターで、前後、駆動する4輪駆動になっています。でターボ S のマックスパワーは761馬力、そして1050ニュートンとなっていますね。一方で航続距離は450キロとなっています。バッテリーが、ね、93.4 キロワットアワー積んでいるということで、まあ、ちょっとそうすると少なめに見えるかもしれません。スペックも、ね、0100が 2.8 秒ということで、そんなに際立ったものには見えないかもしれませんが、ポルシェは、ね、例えばその加速にしても20回以上繰り返しても、1秒以下の20回以上繰り返しても、ね、1秒以下のしか、その加速が鈍らないということを、ね、売りにしてますね。はい、ここに置いてあるモデルはターボ S ですね、両方、ミッション E デザインホイールというのをこう入っています。まあ、21インチですね。価格もヨーロッパでは発表されています。ざっくり言うとドイツでは、18万ユーロでターボ S、15万5000ユーロ近辺で、ターボという感じですね。まあ、思ったよりは、まあまあ、ちょっといい値段だったなと。つまり日本円だとターボ S は2000万円を超えてくるわけです。テスラモデル S のハイパフォーマンス版が1300万円ぐらいですから、まあ、結構来たなという感じですけども、まあ、このパフォーマンスを考えればね、そしてポルシェというブランドを考えればなるほどというところなのでしょうか。まあ、走りの印象についてはね、また、詳しく違う機会にお伝えできると思います。まずは中国でのデビューの模様をお伝えしました。